サッカーボード楽しくミルクサッカーアカデミーの上でございます。どうもミルクさんとでございます。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ今日はこちらでございます。どうミルトとのプレビュー夏の成果ってことでよろしくお願いします。やってまいりました今週末もね。はい、もう J1、J2、J3 揃い踏みでございますね。そうなんです。ただですね、はい、いわゆる今週っていうのは、はい、代表ウィーク、国際 A マッチウィークということになりまして、うん、基本的に J2、J3 なんですが、うん、J1 は1試合だけ右下にね、広島神戸ありと。そういうことですね。そうですね。流れたのがね、そうなんでございますよ。はい、うん、そんな感じとなっております。うん、なるほど。はい。楽しみだ。ってことでね、うん、J2 11試合、そして J3 が7試合、J1 1試合ということでやってまいります。いや、いよいよリアリティ熾烈なね、なんかいろんな争いが出てきましたから、これね。そうなんですよ。一個一個は大事になってくる、このね。かなりね、後半になってくるとね。そうなんです。今日あたりからね、これ前の日撮ってるわけですけどもね、9月1日に撮ってるわけですけど、まあね、涼しくなってきた感じもしますけども、戦いは。30度台ってどこに行ったんでしょうね。戦いは暑いんじゃないかということですからね。そうですね。あんまり涼しさに食いついてもらったら困るんですけどね、今ね。よろしくお願いします。はい、じゃあ丸さん、まあさん、丸さん、誰か丸さん、丸子じゃないよ。ミルトトとは、はい、そうなんですございます。概要欄から、言っていただきます。ミルトとはね、仮想トトカルチョということでミルワカがやっております。このね、予想ゲームでございますと、皆様と、ずっとですね、この勝ち負けをね、トトカルチョ方式で、専用サイトに飛んでいただいて参加していただけますということで、ミルトト君というのがね、先生が育てている予想 AI でございます。その計算方式というのがこの左下に書いてあるね、もう強靭の沙汰でございます。何のこっちゃ、壁の落書きと一緒です、私にとっちゃね。おい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 。でもそれでね、むくむく食いついてくれる、むくむく成長中なわけですよね。そうなん、この後ね、いろんなパーセンテージ、試合ごとのね、勝敗、引き分けのパーセンテージをそのミルトト君がね、はい、叩き出しておりますがね、もう各チームのファンの皆さんね、むきりっとせずにですね、これも先生が予想してるわけで、僕が予想してるわけでもない、ミルトトちゃんが予想してるということで、過去のね、データからね、監視されたものですからね。それを覆すべくというお話もしつつ、イエス、進めていきたいと思っております。はい、先生。ということで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。うん、ということで今節は J2 からスタートしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、お願いしますよ。はい、ということで、うん、先週からね、復活しております。先に買わせるようになってますから、私、写真を。はい、上手です、エクセル。はい、ということで、うん、J2 は、これ左がね、一番下の大宮ヴェルディ以外が対象の試合という感じになりますと。一番ね、なんでできるだけこう見ていこうかなと思いますが、やっぱりちょっと気になってくるかなって思うのが、上から4つ目かなと僕は思っています。はいはい、ジュビロと松本 VS 岩田ということで、広島並みダービーと。あ、まあ、そうですね。そうそうそう。過去のヒロシと今のヒロシが戦うわけですね。そうです。相まみえる、こういうところなんですが、うん、実は相性的にもちょっとジュビロ圧倒的に有利感があったりするっていうのがあって。うん、直近6試合5勝ジュビロってことでしょ？そうなんですよ。うん、ただちょっとね、5枚交代試合になってからよくあるのが、うん、前節大敗したチームって翌節なんか一気に立て直してくるってなったりする。わかる。うん。ってなると、前節ちょっと大宮に 0-4 で負けてしまった松本なので、なんか一気に変わってくる可能性はあるから、ジュビロちょっとそこら辺気をつけなきゃいけないんじゃないかなってのがすごくある。あと、ジュビロのことはもう知り尽くしてるわけですからね、言うてもね。そうだ、そうだ、かゆいところまで手届いちゃいますからね。密偵もいるでしょうしね。言っちゃダメだ、言っちゃダメだ。いやいや、でも地元の仲良しとかいるでしょ、絶対。そうなんですよね。そうなんですけどね。ね、どうだったかというところでございます。あと、パーセンテージって言ったら、秋田群馬もちょっとこれ、ミルトト君やりすぎじゃないのこれ。ちょっと。怒られますよ、秋田の人に。群馬が多分、今シーズンでは多分最高の勝率、勝つ可能性、パーセンテージになってるかなというところで。先週からね、先々週とかちょっとまだデータ出してなかったんですけど、直近の勢い要素をちょっと高めてみたんですよ。配分というか。そうなんです。だから逆に言うと、その秋田が同行以上に、群馬の調子の良さっていうのがかなり、ここんとこの勢いがっていうのあるもんね。現れてるのかなと思いますと。でも逆に言うと、秋田ってそういうチーム食ってきたチームなので。まあそうだね。なんか僕結構ここは、逆割りはありなんじゃないかな。この数字以上のものがあるでしょうね、これね。数字測れないものがありますよね、これね。すごく感じるところでは、はい、ございます。どう取りますか、どう予想しますか、皆さんは。気になりますね。うんうん、あ、いいね。そうやって呼びかけていくの、やっぱいいですね。あとはね、ちょっと難しい試合になりそうなのが、下から2番目、
岡山対愛媛という試合で、はい、まず今岡山がねすごくいいのよ、はいはいはい、特にディフェンスが、ディフェンスが、うん、うん、なんだけどね、なんだけどちょっとね問題を抱えてしまったんですよ、うんうんうん、今節のみ、うんうんうん、最近2トップの一角に入ってるのが、うんうん、あのミッチェル・デュークさん、はい、あの昔あの清水とかでもねやってたね、はい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 、岡山史上初の A 代表選手になっちゃいまして、あ、なんか選ばれた、どこの代表でした、オーストラリア代表なんですよ、そうか、まあ、だからあの日本とも来月当たるんですけど、なるほどね、そうなんですよ、はい、ただねだから岡山からすれば、うん、やったー、その A 代、あれ前線の一角いないんだ、2試合ぐらいっていう状態なんですよ、確かにほら痛いぞ、そしたら、うんうん、今度愛媛のフォワード藤本選手、うん、こちらもですね、うん、出場停止、あ、なるほど、なんと両軍エースフォワード1枚痛み分け的な、そうなんですよ、なるほど、そのデータを締めと思ったか、 AI ミルトト君が、うんうん、分かりやすくあのドローがパーセンテージが高い、ちょっと愛なんじゃないのミルトト君、ちょっと愛なんじゃないのそれ、加味してこれなの、僕もちょっとなんか見て、未知数ってことはあるよね、だからね、そうなんですよ、昨日までの2チームで測れないってことだから、そうなんですよ、またここに新しいこの日だけの戦いがあるってことだね、そうなんですよね、うんうんうん、だから変わって入ってくる選手、おそらく岡山だったら、うん、もしかしたら新外国人選手のブレネー選手だったりとか、うん、愛媛だったら富山翔士選手、うん、あ、そう、スタメン入りしてくる可能性があるので、あ、ね、あ、これは両軍的に見どころはあるね、そうなんです、はい、でこの2人あんまりこうデータそんなに残してない状態、はい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 、ブレネー選手に至ってはまだ出てないですから、うんうん、ってなるとデータも何もあったもんじゃないってあれなので、なるほどね、そうですね、超えてくるのはどっちなのかって、うん、そんなところになるほどね。面白いですね、はい。なるほどね。面白い。ません、ね、うん、なるほど、はい。はい。あとはちょっと気になるのがね、この収録直前で一番下は、はい、一応ミルトと関係はないんですが、はい、ヴェルディのね、長井監督の辞任が発表されてしまったっていうのもあるので、うん、しいですね、そうなんです。だから、新体制で急に臨むって形になるから、うん、なおそらくね、メンバーももしかしたら変わってってのもあるかもしれませんので、大宮としても、ね、どうなんですよね。ちょっとここはどうなるかといったところでございます。なるほどね。はいはい、はい。じゃ続いて今度は J3&、うん、もう一試合見ていきます。はいはい、はい。今度こちらでございます。ト、うん、はい、ンと。J3 プラス、広島神戸でございます。うん、広島神戸ちょっと今回は一回パーセンテージとか一応省いてはあります。なんで省いちゃったっていうのも難しい、ここから行こうと思うんですけど、ま、実は、うん、佐々木翔選手と大迫勇也選手がいないってあれなんです、まあ、代表でね、そうなんですよ、であとミルトと対象でもないからちょっと計算しなかったっていうのが一つ僕の理由でもあったりするんですけど、うん、逃げましたねミルトと君まあまあいいでしょう、まあ、ここはねやっぱりね、あ、そうなんです、ということで代表の方に集中しましょう、はい、そうなんです、なんで J3 から見ていこうと思いますが、うんうん、ネバーさん、うん、YSCC 横浜ベース FC ギフト、あ、見どころですね、ほらね、見どころがたっぷりある人になりますね、ネバーさんね、ちょっと待って、このパーセンテージになってんの、驚きですよ、驚きだよ、だって順位で言ったらね、岐阜、うん、岐阜の方が、まあ、今5位ですけども2位にいたチームですよ、そうなんですよ、はい、なんでこちらも直近の要素を高めた結果っていうのは確かにあるんですが、はい、なるほどね、はい、やっぱ思い返していただきたいのは、このデータ以上に、前回対戦、うん。前回対戦、はい。ってのはあるんじゃないのかなと。前回対戦は確か。なんと YS が勝ったんですね。岐阜のホームでと。そうでした、そうでしたね。そう。ちょっと岐阜のサポーター的にはね、いや、ちょっと思い出したくないんだよなってのあるかもしれないんですけど、うんうん、なんでこの試合、しかも YS に関しては先週お休みの週だったんですよね。そうなんですよ。だから中断明けだからまたこう予想がつかないですよね。うん、YS どうやって来るかっていうね。そうなんですよ、うんうんうん。ただやっぱ基本が変わらないっていう状態で、まあ、来るんじゃないのかなっていうのが YS さんではあるので、うんうんうん、だ多分岐阜さんがね、おそらくまた中盤を、うん、まあ、ちょっと飛ばすような形での、うん、ストーミング系のサッカーしてくると思うんですが、ね、そこさらにカウンターで、分かりました、バチコイみたいな感じで野球っぽくなっちゃいましたけど、バチコイでございますね、やってくる、これは楽しみでございますね、ここはだいぶ楽しみでございますね、実況は私井上雅史、ライブオンダゾーンでございます、よろしくお願いします、頑張ります、こんちはしゃいじゃった、頑張ります、もう謙虚に頑張ります、よろしくお願いします、はい、あとはですね、はい、気になったところって、これもちょっとミルトの対象外から一個見ようと思うんですが、はいはいはい、上から5個目ですね、うんうん、アスルクラロ沼津 VS、カターレ富山という試合がありますと、はいはい、実はここね、順位だけ見れば、今シーズン11位 VS1 位という対戦なんですけど、沼津乗ってる、なんとそうなんです、はい、沼津の方が高いと。沼津とくん、なんかもう木を照らっていってる、
いやいや、実はですね、相性沼津が結構抜群にいいっていうのがあるんですね。はいはいはい。そうそう。直線やって3勝1分けということですね。そうなんです。ただ、沼津側から、はい、その直近6試合以外のところだと結構沼津がよりちょっと押してるってところが あるので、本当ですか、はい、うん、歴史上考えるとってのもちょっとありますっていうのがあるんですね。行きにくいとかあるんですかね、沼津まで。何なんですかね、それはね。ちょっとそこだけはちょっと分かりにくいところはあるんですけど。大きい山が立ちはだかってるとかあるんですかね、行く途中に。でだからこの両チームは、うん、あの夏にね、補強を観光してるんですよ、前線に。うん、特に沼津は、フォワード7を、ブラウンドは謙信選手。そうですね、この間最後出てきましたけど。そうなんです。うん、で、渡辺亮選手がちょっとこの試合はね、出場できないかな。出てこないでしたね。そうなんですよね。はい、うん、ってのもあるので、まあ、フォワード変わってくるでしょうし、うん、富山の方も前節ね、スル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 抜けてた、フォワードの、新外国人フォワードのマテウス選手、いますから、はいはい、うん、この両フォワードを相手のセンターバック、ディフェンダーたちがどれだけこう抑え込めるかっていうのが、かなり注目ポイントには、うん、なってくるのかな。なるほど。わかりました。そして、うん、だいぶ注目ポイントはここで、うん、ここなんですね。うんうん、長野 VS グルージャン。長野グルージャン。はい。これは面白そうなカードですね。かなり、ね。そうなんでしょう。にしちゃ偏ってんじゃないの、ずっと先生の古文が作ったこのパーセンテージ弾き出してるよ、これ。そうなんですよね。だそれだけ長野の勢いがまあ高いっていうのはあるのかなと思うんですが。ただ順位で言ったら岩手の上ですよ。そうなんですよ。こないだなんか接戦をものにしてね。うん。ねえ、逆転勝ちですよ、もうシーソーゲーム。花火まで上げてましたよ、この間。岩手では。でもね、まだやっぱね。やっぱね、はい、今ね、うん、その花火打ち上げたくなるぐらいなんですよ、グルージャーからしたら、やっぱり。うん、実は、2014年からこの J3 リーグが始まって。打ち上げてたんだっつって。打ち上げたいんじゃなくて、打ち上げてたんだっつって。だからね。2014年から始まってずっと参戦してますけど、はいはいはい、史上最高成績なんですよ。あ、なるほどね。そう。はい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 。そっか。そこがだからやっぱりって。はいはいはい。でも、秋田監督からしてもこう、しめしめってか、ちょっとやってくれてるんじゃないのかなっていうのがあるので、ただそこはね、長野としてもそこは黙っちゃいないっていうのがあるから、もしかしたら今シーズンの J3 のベストバウト生まれる可能性なんてことも結構あるんじゃないのかなと、思ってますね。楽しみだね。ね、だから上位に食ってかかる、まあ、沼津対富山なんてもそうかもしれないし、やっぱりバイエス対ギフのね、ボール奪い合うサッカーっていうところも面白いかもしれないし。J3 もまだまだわかんないからね、小学争い。そうなんですよ。激しい試合、めちゃめちゃ一番面白いかもしれないね、これ上位争いね。そうなんですよ。この3リーグの中でね。そうなん、ちょっと面白そうなところになってまいりますと。そして一番ですね、広島対神戸というところ、うん、これここもちょっとだけ触れようと思いますけども、うん、あの、戦力から言ったら正直神戸かなってのは、うん、まああるんですよ。はい。ただ、うん、あの、やっぱここ最近というか2年前、我々はあのね、動画出してるんですけども、うん、上福広のね、ハートドリブン上福広っていうので、うん、このね、広島、神戸に、大戦力の神戸に広島が勝つっていうところで、何をやったのかなんて動画を2年前にも上げたりしてるぐらいのカードだったりするので、うん、またなんか上福監督が仕掛けてくるんじゃないかと思いますから、うん、そのね、采配にもご注目いただければいいと思います。わかりました。思っております。ちょっともう一回 YS と岐阜見どころだけ教えてもらっていい先生。ちょっと詳しく、ちょっといい、なんか喋りたいから、それ。ね。あの、YSC に関しては、まあ、どれだけちょっと夏の間にね、積んできてるものがあってとか、そこだけはちょっと分からない部分があるんですけども、ね、どのような積み上げがなされているのか、それをね、証明すべく一戦ですって言ったらいい。それはもう、ね、まず言っていただければと思いますね。はい、あとは、あの、ピーターセン選手がね、ちょっとお怪我してしまったフォワード。そうなのよね。うん、なんで、その代わりに入ってくるのがやっぱり誰なのか。なんで、ベンチワークにもご注目いただきたいと。わかりました。岐阜は。岐阜に関しては、うん、もう前回その YS にボールを奪われてしまって逆転負けみたいな形になっちゃいましたから、はいはいはい、なんでボール奪われないようにするにはどうすればいいかってくるか、もしくは YS のさらにそのね、奪われたボールをさらに奪おうとやってくるのか、まあ、これも試合なのでどっちになるかこれもまだわからないのであれですけど、そのね、観点にご注目いただいてお話しいただけると。観点ってことですか？柔らかいやつですか。ところてんて感じですかね。そしたらね、お互いにこう、いろいろやるサッカーなのかな。言えるか。自分でずらしといてあれだけど、言えるか、そんなもん。ありがとうございます、先生。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。今週末も楽しみですね。本当ですね。ぜひ皆様ね、専用サイトに飛んでいただいてね、ポチポチして順位を競っていただきたい、うん、よろしくお願いします。概要欄でーす。はい。ということで、夏の成果というのはどういうことですか？
もうね、積んできたものが試されるよ、これ、そう、そこをね、発揮していただきたいというところでございます。先生、予備校でね、勉強してたから、やっぱりね、夏の成果って言っちゃうでしょ、今の時期。皆さんね、よく集まってくれました。ここからが第4コーナーです、みたいなね。まずバラさないで、これ本当に夏講習ってする予定だったんだけど。そうでしょ、もう癖なんですよ。バラすな癖なんでしょ、多分ね。ここからは夏の成果がって言ってた時期だから。いや、そうなんですよ。なるほどね。はい。さあ、そういうところでございます。最初にゴールにね、滑り込むのは誰かということでございますよ。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ミルアカちゃん毎日やっております。高評価ボタンね、なるべくチャンネル登録、まだの方しといていただきたいと思います。ね。よろしくお願いします。サブチャンネル、そしてね、メンバーシップもやってますね。そちらもチェケラウトでございます。チェケラウト。ということで、また明日お会いしましょう。次回お会いしましょう。井上真でした。なおミルク佐藤でございました。どうもどうも。楽しみです、週末が。頑張れ。